お疲れ様、プロデューサーさん。あ,あごめん。来るの遅かったかな。学校でちょっとね。ああ、誤解しないでね。学校で貧血起こして寝てて、それでお昼も食べれなくてさ。だから、ファーストフードのお店に寄ってきたんだ。またって言わないでよね。三食ちゃんと食べるようにしてるし、アイドルだもん。 気にしてるつもりだよえ、一応ね。今日はたまたまっていうか、そういう気分だったっていうか。ってことにしといてよ。ね、プロデューサーさん。私、気づいたんだ。みんなよりもいろんな経験をしてないじゃない私。ずっと白い壁と向き合ってたから、一人だったしさ。 だから、これからみんなといろんなことを楽しめると思うの。どんなことも初めてみたいに感じられるんだ。幸せだよね。で、次はどんなお仕事なのかな歌のお仕事撮影かなどんなお仕事だってきっと楽しめるよ。プロデューサーさんもいるから。 あ、でも、ひんやりしてて気持ちいいかも。流れもゆっくりだし。プロデューサーさんも入ってみるあ、裾が濡れちゃう。ふ <laughs> ふ気をつけないとね。これから撮影するための衣装なのに、濡らしたら怒られちゃうもん。和服って着たことなかったから、着慣れないし動きづらくって。こんな服装だから、 おしとやかにしなくっちゃ、かなちゃんと着こなせてるかなプロデューサーさんに似合ってるって言ってもらえたら、もうちょっと嬉しいけど。<laughs> なんてね。やだ冗談だよプロデューサーさんってば、もう。それに、変なとこ見ないでよね。<laughs> なんか苦しくなってきちゃった。 あ、違うよ。えっと、誤解されちゃったかな。ほら、帯がきつくて、着慣れないからさ。でも大丈夫。心配しないで。って言いたいけど、心配してくれるのは、やっぱり嬉しいな。<laughs> プロデューサーさんは優しいね。いつも、ありがとう。